はいどうも皆さんこんにちは、つんつんです。今日なんですけれども、世界2位にね輝きましたネガティブさんが使っていたバランストラミット、こちらね紹介していきたいなと思います。でなんでまず先にネガティブのことなんですけれども、彼はですね今多分世界で一番最もコンスタントに結果を出しているプレイヤーじゃないかなと思います。もう代表の権利ももちろん持っているし、でかつこの1年間の KC カップで多分ねもう1位争いしたのこれもう3回目じゃないのかなっていうぐらいもうかなり勝ってるんですよね。なんでそういう化け物みたいなプレイヤーなんですが、なんで彼がバランストラミットを使ったのか、ここ KC カップの少し前からちょっと目をつけて調整してたみたいなんですけど、からくりですね、環境トップと言われているからくりに対して強いから、だから使ったっていう風に言ってたんですよ。実際確かにそうで、トラミット使ってるとからくりにめちゃくちゃ勝てるんですよね。特にこの永続トラップカードが局所の影響を受けないので、それが強いと。で今回上に上がったテーマっていうのはかなり永続トラップが強かったテーマっていうのは多かったんじゃないかなと思います。でプラス仮に狡猾しか引いてなかった永続トラップで飛ばされたとしても、フィールド魔法とかスフィンクスとかを使っていけば一旦耐えることっていうのは結構割とできたんですよね。で特にプレイングでここうまいなって思ったのは、からくり相手に、供物を持ってそうな時は必ずフォートレス構えで返してたっていうところが、すごく強かったなと思いました。供物ずっと効かないじゃんみたいな感じの盤面をですねずっと作られ続けちゃったんですよね。で供物食らってもいいっていう場面で一瞬だけなんかこのクルーザーとかに変わってまたフォートレスに戻ってみたいなとこをしてて、このフィールド魔法の管理がすごくうまかったなっていう風な印象は受けました。その辺とかをね意識しながら今から回していこうと思いますので、プレイング解説とかをメインでやっていきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。はいではやっていきます。さあ相手はエレメントセーバーかな。エレメントか。エレメント相手にどうなんだろうね。その1不正ドロ。はいはいはい、銀幕は強いと思うんです。まずトラミットクルーザー張ります。でトラミットハンター召喚でトラミットクルーザー効果発動、ワンドローして1枚捨てます。500ライフもついでに回復できるのは偉いですね。これはクルーザーよりもハンター捨てていきます。おマジここ蓋されるかなって思ったんだけど、本来だったら蓋されると思うから、ここ蓋される前提で結構動こうかなとも思うんだけど、マスターとダンサー、ダンサーちょっと取っていきます。で蓋されないっすね。結構俺される気満々やってんけど、いいや。じゃあクルーザー効果でワンドローしないです。どっちも大事なカードだから。でダンサー効果で1枚カード戻します。ここ戻すのはトラミットクルーザーにします。なんでかっていうと1回フォートレスでここのモンスターとか回収できたりとかするから、ここで2枚伏せてターンエンドで返します。本当はここ初動止められてると思うんだけどね。はい、ここ何もないです。何もないです。何もないです。メガラニカとか着地してくれると狡猾があるからすごい強いです。本当は多分ここのハンターを蓋されて横展開できてないみたいな感じの状態にはなると思います。だからこのハンターからトラミットクルーザー効果使って、どっちなんだろうね。スフィンクスサーチがいいのか。難しいな。さあ召喚魔術、多分これ取ってくるんちゃうかなと思います。破壊耐性つかないやつを取ってくれるのは嬉しいから、それはそれで OK です。そうなるのね強っ。はいわかりました。じゃあ召喚魔術発動で回収でどうするか。このまま殴ってきそうですね。さあバトルでここ殴ってくるじゃないですか。でこのタイミングでよしトラミットハンター効果発動します。おモーレフ先効果使ってきましたね。どっち蓋するんでしょうか。はい、なるほど、そっちを蓋してくるといいでしょう。これでまあアレイスター投げれるようにって感じかな。じゃあフォートレスに変えます。フォートレスに変えて、よいしょ、トラミットクルーザー効果発動でトラミットスフィンクスをね、ここは取ってくることにします。でアウチ、まあここちょっとチェーンで銀幕バレちゃうけどいいや。でここ破壊してもらってスフィンクス出すつもりです。はい、破壊されたことによって、まあ、デスペみたいな要領でね、トラミットスフィンクスがここで出てきます。で、モーレフはもう効果使ってるので、相手は効果使えません。ここにしか殴れませんと。エンドフェーズ。では、もうモーレフ鬱陶しいので、ここで効果打っちゃいます。モーレフとダンサー指定するんですが、フォートレスの環境ではこっちは効果破壊されないのでダンサーは生き残ります。でその後にトラミットダンサー効果発動します。このフォートレスを入れ替えます。何に入れ替えるかっていうとキングゴレムですね。キングゴレムに入れ替えるタイミングで、よいしょ、フォートレス墓地落ちたのでフォートレス効果発動です。トラミットハンターを回収します。こういう風にね、フォートレスとクルーザー、この辺うまく使えばトラミットはめちゃくちゃ回るデッキです。俺結構トラミット使えてんねドロー。ゴレム強い、ゴレム強いが、ここはまあ普通にハンター出します。でこれキングゴレム墓地に送ってってやったらこいつの攻撃力がめちゃくちゃ上がるんでアレイスターでも守れないみたいな感じになりますね。墓地にあるフィールド魔法のトラミットカードの種類の数、攻撃力上がるはずだから、フィールド魔法の数か、今3種類あるから、めちゃくちゃ上がってるって感じですね。でバトルでキングゴレム発動下では相手はモンスター効果使えないのでアレイスターも使えないしクリボールも使えないと、このまま殴って殴って勝ちという風な感じになります。まあ本当はハンターのところ止められてて初動で銀幕で守ってっていう風な感じの入りからなっていくのが普通だったかなと思うんですけれども、まあこんな感じでも勝てます。はい、ではやっていきます。まずはトラミットフォートレス発動でトラミットハンター召喚からのトラミットマスター出して狡猾セットしてターンエンド。相手ブラマジかジュガンかどっちかって感じなんですが、まあどっちでもあんまり良くないのかな。嵐が嫌っすね。嵐とかバック干渉が嫌なんだよね、このデッキって。カードセットやばいよ。嵐はやめてね、嵐はやめてね、嵐やめて。おおこの3枚目ビビる。じゃあこうしてクルーザーにしてでこっから変えるんですが、狡猾とかちょっと怖くない？まあでも大丈夫かな。狡猾が怖い気がする俺は。やったらブラマジ、いやでもブラマジだよねこうなると。ジュガンブラマジ、まあブラマジ読みで動くか、やったらゴレムでいっか。どうせ飛んでくるのって因果切断だよね。でクルーザー落ちたからクルーザーの効果でダンサーあたり取ってこようかな。でターンエンド相手してくる。はい、ラグあるかどうか、あるね、ある、めっちゃある。じゃあトラミットダンサー召喚でトラミットダンサー効果で1枚フィールド魔法戻すんですが、もうデッキの中にフォートレス1枚しかない。でクルーザー2枚あるから俺はここはフォートレス戻します。デッキの中にフォートレス戻すことで攻撃力を500ずつパンプアップ。そしてバトルさあ、効果使った。あー、呪眼じゃん。呪眼か。呪眼か。呪眼っぽい気しかしないね。まあいいや。トラミッドダンサーで攻撃。そして、ターンエンド。呪眼だとして、まあ、あー、メドゥーサ来た。メドゥーサやばい。メドゥーサやばいけど、まあ、なんとかなるかな。あ、セレンついた。じゃあ、このタイミングで、狡猾打ちまーす。ほっ。メドゥーサとトラミッドダンサーで、こうやって打っていきます。はい、途絶打ってきます。ここ戻すのか？自分だけかな？自分だけではない。はい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 。やったら、ここでチェーンして、ここ、後ろはラグんないっすな。で、フォートレスにしよっかな。フォートレス貼り直します。で、途絶で戻されるんですが、キングゴレム落ちた時の効果で、こうやってダンサーもう一回出せるんですよ。これ強くないっすか？めっちゃ。やばない？やばいよな、これ。で、相手はなすすべなしかな。これラグってなかったから多分嵐とかゴルゴネオとかそっち消えちゃうかなと思うんだよね。というわけでトラミッドダンサー効果、クルーザー貼り直して、よいしょ、フォートレス効果でマスター回収します。で次マスター召喚してフィールド魔法を破棄して、ゴレム来すぎじゃね？でクルーザー効果で1枚ドローして1枚捨てようっと。うん、まあ、こうかな。で、マスター効果でクルーザー墓地に送って、ここ破壊。で、クルーザー効果でスフィンクス取ってきて、で、キングゴレムにして、まあ、パンプアップしてもいいんだけど、もう相手モンスター効果使えない状態で勝ちだから、このまま殴っちゃいます。勝ち！対戦ありがとうございました。はい、ではですね、今からからくりとちょっとやっていきたいなと思います。まあからくり相手にどれぐらい有利なのかっていうところとかをね、お伝えできればなと思っております。まずハンドはあんま良くないですね。永続トラップあるわけでもないし、横展開めっちゃできるわけでもないしっていうところが、って感じはします。じゃあまずはトラミッドフォートレス発動から、ここでマスター出します。で狡猾伏せてターンエンドでこれで返しましょう。あと相手に速攻魔法があるかどうか。はい、ラグ見ます。速攻魔法お持ちでないですね。供物なさそうだから供物はケアしなくていいって感じです。イナシチ、はい OK です。イナシチで旗子手札に加えか、強いな。でカリカラクリクラ打ってきます。クナムザンハンドにありそうやね、これは。でイナシチ手札に加えます。はい、でクナムザン効果、ここにチェーンして狡猾な落とし穴で破壊すればもうこっちのもんなんですよ。でフォートレスがあれば守れるんですが、からくりって供物もない状態だったら基本的に防御札がないはずだから、あえてここでフォートレスを墓地に落としてトラミッドクルーザーに張り替えます。まあ、キングゴレムでもよかったんだけどね。でこうするとトラミッドフォートレスの効果発動を、トラミッドマスターを出しつつスフィンクスを、あ、ごめん、トラミッドマスターを手札に回収しつつスフィンクスを出すっていうですね、荒技もできたりします。これどうすか？強くないですか？まあトラミッドパレスとかだったらもっと簡単に毎ターンここ破壊みたいなのができたんですけどね。さあではトラミッドマスター召喚、トラミッドクルーザー効果で1枚引いて1枚捨てる。はい、じゃあこうやって捨てます。で攻撃表示でカード1枚セットしてバトルと。でこれもう局所飛んできても大丈夫なトラミッドパレスが横にあるみたいな感じになります。いかがでしょう。ちょっと今の狡猾だったから、からくり相手のやつ伝わりづらかったかなと思うんだけど、こういう風に破壊系がいなっち相手にめちゃくちゃ強いんですよ。だからあれを狡猾じゃなくてトラミッドパレスでも実質同じようなことができるんです。一旦ちょっと倒すのは遅くなったんですけどね、っていう風な感じでからくりにはかなり有利だとは思います。はい。では、いかがだったでしょうか。今回のね、トラミッドデッキ参考になりましたでしょうか。まあ、ネガティブさんがね、使ってたトラミッドデッキなんですけれども、まあ、使い方とか回し方とかがうまいことを説明できていたら嬉しいなっていうふうには思います。では、以上となります。よかったな、参考になったなっていう人いたら、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。